パリとイタリアのミラノあるいはベネツィアをスイスのローザンヌ及びシンプロントンネルを経由して結んでいた国際列車である。1961年にパリ・ミラノ間の T として運行を開始した。1984年からはパリ・ローザンヌ間の TGV とこれに接続するジュネーブ・ミラノ間のインターシティが共にシザル・パンを名乗った。 ジュネーブ・ミラノ間の列車については1993年に、パリ・ローザンヌ間の TGV は2003年に、列車名がなくなった。列車名は古代ローマ時代の北イタリアの古称である、キサルピナをフランス語読みしたものである。定漢汁をつけて、ルシザルパンと呼ばれることもある。 T シザルパンの走行経路と電化方式直流 1500V 交流 25KV50Hz 交流 15KV16 に 3Hz 直流 3000V、スイスとイタリアの国境のシンプロントンネルは1905年に、フランスとの国境のモンドールトンネルは1915年に、開通し、これにより、パリとミラノの間は、従来のフレジュストンネル経由より短縮された。 第二次世界大戦後の1948年には、パリ・ミラノ間の直通中高列車が運行を開始した。1958年にはこの経路は全線、電化されたが、その方式は区間により、以下のように4通りあった。1957年に発足した T は、当初すべての列車が機動車列車であった。しかしスイス国鉄は、 アルプス山脈やジュラ山脈を越える急行バイク間には、高出力の電車が必要であるとして、西ヨーロッパの幹線鉄道の電化方式すべてに対応した、高直流電車であるラエ T2 型電車を開発した。T シザルパンシザルパンは1961年7月1日、初の電車による T として、パリ・ミラノ間で運行を開始した。 所要時間は8時間ちょうどであり、同区間の客車列車に比べ約2時間短縮された。出入国管理や税関検査は車内で行われていたが、フランススイス間では国境のフランス側のフラーヌとスイス側のバロールブで係員の乗降のため運転停車を行っていた。バロールブでは1962年末以降客扱いを行うようになっている。 最高速度は当初他の機動車 T と同じ時速 140km であったが、1961年10月からはパリリジョン間で時速 160km 運転を行うようになり、同区間の表低速度は時速 132.8km に達した。その後も他の区間での所要時間短縮などにより、1969年夏には、 パリ・ミラノ間は7時間44分となった。シザル・パンは1962年10月5日に衝突事故を起こしている。パリ行きシザル・パンがモンバール駅を通過しようとしたところ、誤って本線上に放置されていた貨車に衝突した。1965年末のクリスマス休暇からシザル・パンは繁忙期には、 バロルブ・ローザンヌ間で2編成を並結し10両編成で運転されるようになった。この時はフランス国鉄が並結運転を認めなかったためパリ・バロルブ間は別の列車として運転されたが1968年からはフランス国内でも12両編成で運転されるようになった。さらに増結区間がパリ・ブリーク間やパリ・ミラノ間に延長されることもあった。 1974年5月26日のダイヤ改正からシザルパンはフランス国鉄のミストラル69系客車を用いた客車列車となった。同時に夏ダイヤ期間にはミラノからベネツヤアに延長されるようになった。客車化により列車の定員は増加し、また需要により柔軟に車両の増減が行えるようになった。一部の客車は パリ・ローザンヌ間のみ連結されたが、これは、シザル・パンがフランスとスイスを結ぶ列車と、フランスと、北、イタリアを結ぶ列車の二つの役割を兼ねていたことの、繁栄である。ただしパリ・ミラノ間の所要時間は、バロールブとドモドッソラでの機関車交換時間が必要となったため、8時間前後にまで伸びている。1977年10月7日に、 ドモドッソラ周辺で発生した水害のため、シザルパンはパリ・ローザンヌ間に短縮された。10月18日にはパリ・ドモドッソラ間の運行を再開し、イタリア国鉄はミラノ・ストレーザ間に臨時列車を運転して、ストレーザ・ドモドッソラ間は代行バスで連絡した。バスの遅れや復旧工事の影響により、パリ行きシザルパンのパリ到着は、 帝国より45分から60分遅れるのが常であり、これは、スイス・フランス間の利用者には不評であった。そこで12月25日から、パリ・行きシザル・パンは、ブリーク始発で、ローザンヌ・パリ間では、所定のダイヤで走る列車と、ドモドス・ソラ始発で、パリに深夜に到着する列車の二つに分けて、運行された。1978年1月15日からは、 ともどす空発の時刻を早めることで再び一本の列車に統合された。ミラノまでの復旧後も単線の仮橋が使われていたためダイヤの乱れは続いた。運行が正常に戻ったのは1978年の夏ダイヤからであった。1979年夏を最後にベネツィアへの延長は打ち切られた。またこの頃からシザルパンの所要時間は伸び始め、 1981年にはパリ・ミラノ間が8時間30分となった。同年9月に TGV がパリ・リヨン間で運行を始めると TGV とインターシティ、モンスニを乗り継ぐことでパリ・ミラノ間を直通のシザルパンよりも短い8時間強で移動できるようになった。TGV シザルパン IC EC シザルパンパリ・ミラノ間直通 TGV1984 年1月22日のダイヤ改正でパリ・ミラノ間の T シザルパンは廃止された。これに代わってこの日から運行を開始したパリ・ローザンヌ間の TGV とローザンヌで TGV と接続するジュネーブ・ミラノ間のインターシティが共にシザルパンを名乗るようになった。ローザンヌ駅では TGV とインターシティは 同じホームで対面乗り換えが可能であり、さらに両列車の一等車、二等車がそれぞれ同じ、等級の客車と向かい合うよう配慮されていた。これは西ドイツ国鉄の異系統インターシティ相互の接続方法を真似たものである。同様にローザンヌで接続する TGV と、インターシティの組は他に二往復設定され、ルテチア、レマノと命名された。ルテチアは、 元パリ・ミラノ間の列車であり、レマノは元ジュネーブ・ミラノ間の T である。1987年5月31日のユーロシティ発足に伴い、シザル・パンなど、ジュネーブ・ミラノ間のインターシティは、ユーロシティに種別を変更した。この時点で、TGV ・シザル・パンと EC ・シザル・パンを乗り継いだ、場合のパリ・ミラノ間の所要時間は7時間20分であった。 1989年からは、北高の EC シザルパンと南高の EC レマノア・は、ローザンヌ発着に短縮された。1993年夏のダイヤ改正で、ジュネーブ・ミラノ間の列車は、ユーロシティではなくなり、シザルパンなどの列車名も用いられなくなった。この列車は1996年にチザルピーノの運行になり、 振り子式車両の一トル470軽電車が用いられスピードアップしたものの、ローザンヌでの乗り継ぎは一往復を除き考慮されなくなった。2009年12月には、チザルピーの社の解散により、スイス国鉄とトレニタリアの担当する通常のユーロシティとなっている。パリ・ローザンヌ間の TGV は1995年以降、冬季にブリークなどまで延長されるようになった。 これを TGV でネージュと称する。2002年以降は他系統のフランススイス間の TGV と共にリリアと総称されるようになった。2003年末からはシザルパイなど固有の列車名は用いられなくなった。なおパリ・ミラノ間では1996年9月29日からフレジュス鉄道トンネル経由で直通の TGV が運行されている。 2009年から10年冬ダイヤの時点において、パリ・ローザンヌ間には、TGV4 往復が運行されており、冬季には、ブリークなどまで延長されるものもある。ジュネーブ・ミラノ間にも4往復のユーロシティがあり、うち1往復はベネツィアまで延長されている。ローザンヌでの乗り継ぎは特に考慮されていない。T 時代のシザル・パンの停車駅は、以下の通り、 パリ・ローザンヌ間の TGV と、ジュネーブ・ミラノ間のインターシティ、ユーロシティとなってからは、停車駅がやや増えており、例えば1987年夏ダイヤでは、TGV ・シザル・パンは、T 時代の停車駅に加え、フラーヌに、EC ・シザル・パンは、ミラノ行は、アローナ、ジュネーブ行は、ストレーザに停車している。 電車ライテイ、e、型電車1961年の運行開始時点では、T シザルパンは、スイス国鉄の4電源対応の硬直流電車で、あるライテイ、e、型電車を用いていた。これは、当初5両の固定編成であったが、中間の動力車1両は、機械室や乗務員室などで占められており、乗客用のスペースはない。他の車両は1等車3両。 食堂車一両である。一等車はすべて開放型座席であり、コンパートメント席は存在しない。編成定員は126名であった。その後、1966年10月1日以降は、中間に当車一両が増結され6両編成となり、定員は168名となった。また、繁忙期には一部区間で2編成を連結して12両編成として、 運転されることもあった。車両は、チューリッヒ・ミラノ間のティー・ゴッタルド、ティチノと共通運用であり、チューリッヒを拠点に、以下のような3日周期で運用された。予備の1編成を加え4つの編成が、この運用に当てられた。1962年の衝突事故後、来1053編成が修理されていた間は、残る3編成が、予備なしで用いられた。 その後、1967年に一編成が増備されている。客車、機関車1974年5月26日以降、シザルパンは、フランス国鉄のミストラル69型客車を用いた、客車列車となった。ただし一部の客車は、スイス国鉄所属とされた。パリ・ミラノ・ベネツヤ間を直通する客車は、原則6両で、 パリ・ローザンヌ間で3両が増結された。パリ・ミラノ・ベネツヤ間の客車は2日で1往復し、パリ・ローザンヌ間の客車は1日1往復する運用であった。この時期の編成は以下の通り。経遠した機関車は以下の通り。ローザンヌ駅に停車する TGV シュッドエスト。手前がフランス国鉄、奥がスイス国鉄所属車。 1984年以降のシザルパンなど、パリ・ローザンヌ間の TGV は、フランス国鉄の TGV シュッド・エストの3、電源対応車両を用いている。一部の編成は、スイス国鉄所属である。ジュネーブ・ミラノ間の IC、EC シザルパンは、当初電気機関車牽引の客車列車だったが、1989年5月30日から、 スイス国鉄のラベ e C 型電車に変更された。これはかつて T シザルパンに用いられていたラエ T2 型の一部客車を二等車に改造したものである。ありがとうございます。